私は常に人材を求めている。戦いは数ではなく人、一人の優れた人間の力は万人をも凌駕する。だがお前は不合格だ、凪宗一郎。いかに力が強大といえども、お前に服する者など一人として存在しない。やめこと、逃げろ。ことこれは俺の流刑機構単身校神殿ラオウ総流炎烈将。この技は本来高柳家に伝わる秘伝中の秘伝。お前の使う単身孔もどきなど、かつてその英知を盗み出した者の残滓に過ぎ、お前もやがて知ることになる。我が剣を盗み怪我したこの二人の兄夏目信と同じように、私の深い怒りと悲しみを。何の話だそれ。もう、あれ？あの時もそうだっただろう。王とはいつか必ず新しい王に倒されるもの。見えるよ、私にも。お前のその気はどこから来る？いると、そう思ったか？の一族である証、魔となりて魔を打ち滅ぼす一族。正孝や龍崎との戦いも見せてもらった。この者をのさばらせておくわけにはいかん。木や風に潜む人害の木、人はそれを操る者を魔と呼ぶ。魔は強大な力を持って無動の限りを尽くす。かつてのお前の兄のように。お前が殺したのだ、シン。この男も東道学園3年ガオキシ総家執行部会長高柳光臣。マイル、なぜ止めない。マヤ、本気になった光臣の前では小僧がいかに魔が払いの血を引く男でも今は相手にならん。死ぬぞ、間違いなく小僧は死ぬ。止めねば。分七、あっち、これすげえ熱だ。すぐ冷まさなきゃな。何、口の中から湯気まで吐いてんだよ、このバカは。今頃何しに現れた。お前が最初からタイの指揮を取っていれば。アホか、おめえが何もしなくていいっつうから俺は執行部に入ってやったんだ。それよりどこの世界の高校生だよ。殺すだの、まだの、てめえら頭おかしいぜ。こんな可愛い一年坊をいじめんなよ、先輩。たく、こいつはよ、意識もねえのにおめえの殺気に反応してただけだよ。ほれ、
俺みたいな善人にはおとなしいもんだなぁ。どわーって、なんだてめえ、生きててやったんだぞ俺は。こら殺すぞ。くるバレバレだっちゅうの。ちょっとどういうつもりよ。この子は私が最後までって、邪魔しないでくれる。勝負はついた、恥を知る。お前もまだまだだ、もっと強くなれ。ってわけでさ、三つを見たら偉そうに。